大館樹海ドームは秋田県大館市にあるドーム球場。施設は秋田県と大館市が所有し、一般財団法人大館市、文教振興事業団が県及び市の委託を受けて運営管理を行っている。施設命名権契約により2017年4月1日から愛称をニプロ八高ドームとしている。1997年7月11日完成。 ドームの屋根は樹齢60年以上の秋田杉2万5000本を使いアーチ状にしたもので高さや面積では東大時代仏殿を上回り国内最大の木造建築であるとされる。株構造は鉄筋コンクリートである。公式野球、軟式野球、ソフトボールのほか、サッカー、テニスなど各種スポーツをはじめコンサートなどイベントの開催にも多様可能である。 公式野球として、これまで日米大学野球選手権や、イースタンリーグ戦などが開催されたことがある。かつては、プロ野球マスターズリーグ、札幌ロアンビシャスのホームゲームが、毎年12月中旬に一試合開催された。コンサートを行った主な歌手、タレントに、ビーズ、TRF、キンキキッズ、スマップ、モーニング娘。などがいる。 2017年4月1日より3年間、市内に工場を持つ医療機器メーカーのニップロと命名権契約を締結し、大館生まれの中堅、八甲の名も交えた、ニップロ八甲ドームの名称となる、衛生図収容人員、5040人、ありがとうございます。